田舎なんで変わり映えのない毎日です。若い時は他の仕事をしようかなと思ったこともあったんですけど、一番大きかったのは自分に子供ができたことで、子供さんからの手紙を待っていらっしゃるお客様の喜んだ顔とか、そういうことに気づくことができました。形にできないものを届ける人でありたい。